ファイヤー GM の乱雑無償。皆さんこんにちは、ファイヤー GM 斉藤です。乱雑無償もですね、2年目に突入ということでですね、皆さんにはまたこれからですね、様々な情報の提供をしていきたいなと思っております。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。さてさて、今回ですね、今回というかですね、さっきの新年のご挨拶で撮ったですね、マイクのテストをしてるんですね。テストで撮ったやつ公開するなよっていう方もね、中にはいるかもしれませんが、いつもはですね、僕はピンマイクを使って、やっていたわけなんですが、今回ですね、パソコンに、つなぐためのですね、マイクを、実際にこう使ってみて、どんな感じにですね、収録できるのかなと。これがいいようだったらね、どんどん使っていこうと思っていたんですけど、新年のご挨拶の音声がですね、非常に低かったんですね。なので、あまりこうね、このマイクから離れて喋ってしまうとですね、ちゃんと拾ってくれないんだなと。ちょっとがっかりしてしまった内容になってしまったんでね、どのくらいの距離で喋ればいいのかなというのもですね、合わせてちょっとこう確認しておりました。新年3日からですね、3日目からですね、そんな感じで、やるのもなんだなとは思うんですけどね。あとは僕の喋りが低かったんかな。先日森本会長のやつの方がね、音声の拾いが良かったんですよね。あれはもともと僕が紹介したですね、ソニーのマイク使ってるんですけど、あれはあれでですね、あれはあれでというかですね、今回使ってるのもソニーのマイクなんですけどね。どうなのかな。結構ちゃんと拾ってはくれているんですけどね。微妙かな。そんなこんなでですね、早速もう3日目からですね、いろいろテストしたりとかですね、ホームページをチクチクいじっていたりとかですね、ワーカーホリックぶりを発揮してしまっておりますけど、まだですね、今日という日は半日くらい残ってますんでね、これから、少しばかり、買い物なり、ちょっとね、外に出てみようかと思っております。その前にちょこっとですね、こんなことやってみました。これからですね、2016年、どんどんね、一日一日と進んでいくわけですけどね、また楽しいことをどんどんやっていけたらと思っておりますのでね、ぜひ皆さんもご一緒にですね、いろんな場面でですね、お会いできたら嬉しく思っております。さあ、ということでですね、またこの乱雑無償ですね、少しずつ、収録を重ねていきたいなと思いますので、どうぞまた今年もお付き合いください。皆さん、改めまして、新年よろしくお願いいたします。